ドラえもんドラえもんの登場人物一覧、ゴーダタケシゴーダタケシは、藤子、海、藤尾原作の漫画作品、ドラえもんに登場する架空の人物、通称、ジャヤン。6月15日生まれ、のびのびたのクラスメイトのガキ大将、妹に、ジャイシがいる。乱暴な性格で、同級生を殴ったり、漫画や、おもちゃなどを奪ったりする描写が目立つ。 作中では伸びたをいじめることが多い一方で、ギリ固く涙もろい一面の持ち主であり、特に映画版では、後者の性格が強調される。他の主要キャラより、大柄な体格と高い運動能力を持つ。それに対し勉強は苦手である。主な趣味は歌であるが聞くに耐えない、レベルの音痴。それにもかかわらず自身の歌を、空き地で披露する、ジャイアンリサイタルに、同級生を、 強制参加させ、周囲に嫌がられている。実家は、個人商店の、合田商店。時折実家は、やおやという設定で書かれている書籍などもあるが、原作では、卵や缶詰を売ったり、かぼちゃなどの野菜を売ったりする描写があり、アニメでは、食品や調味料以外に、金物やティッシュなども扱っている商店となっている。そのため、やおやだという明確な描写はない。 家族は母ちゃん、妹のジャイシ、およびほとんど登場しない父ちゃん。母ちゃんには頭が上がらず、いじめやリサイタルなどの騒動を起こしては母ちゃんから、だけし、と怒られる描写が目立つ。ジャイシを溺愛しており、彼女を手を出す者は容赦しないほど、妹思いない一面もある。将来の夢は歌手であるが、ドラミちゃんミニドラ SOS では、スーパーマーケットの経営者になっている。 はじめは、ジャイアンという名前だけだったが、読者から、なぜ名前がないのかという問い合わせが、相次ぎ、なト誕生日が当時アシスタントだった海老原岳氏から、取られた。登場キャラクター中、子供では最も長身。右目が大きく、左目が小さい、ガチャ目がちで団子鼻。常に、茶色のセーターと黒の蝶ズボン姿。 前髪は1979年から1985年まではアニメオリジナルの丸まった感じだったが、1986年以降、現在まで原作に準じたとなっている感じになった。目についても、1979年以来、原作と違って白目があり黒目が小さかったが、2005年の声優リニューアルを機に原作に準じた。 中央が白い黒目がちの目に改められた。2010年代以降は起こった時に黒目が小さくなることがある。2017年に再度キャラクターデザインが改められてマイナーチェンジされた以降は白目で描かれることが多くなった。肌の色は漫画ではのび太たちと同じ肌色であるがアニメでは褐色になっている。短期で乱暴な言動が多くお前のものは俺のもの。 俺のものも、俺のものというセリフに代表されるように、極めて自己中心的、自分勝手である。一方でギリ固く涙もろい一面の持ち主であり、心の友よ、と泣きながら叫んで抱きつくこともある。ただしドラえもんの道具の利益を期待している時などにも、心の友よ、とすがりつくなど押しつけがましい面を見せることもある。また、映画版では、義教心に、 とんだ性格が強調される。暴力、無しゃくしゃしているという理由だけで、伸びたら泳くやつ当たりしている。相手が怪我をするまで容赦なく痛めつける、バットで十数発も殴りつけるなどの暴力を平然と、フルーという容赦ない一面も持っている。ジャイアン一人で、ドラえもんや、伸びたたち四人に殴りかかることもある。また、伸びたを一日一回殴らないと飯がまずいという。格闘技や、 武術の真似事を始めると腕試しと称して技を使わずとも楽勝な伸びたを強制的に相手に選ぶ。また未来の道具で世界征服をもくろんだり逆らう者は死刑や母、いい気持ちだと発言するなど独裁者的な心理描写もある。なお暴力の対象は伸びたたちだけでなく小さい子供や動物も含まれており頭に包帯を巻くほどの怪我を負わせたり 子犬を蹴飛ばしたり、猫をゴミバケツに閉じ込めるといった行動をとっている。ジャイアンが悪さをした後、その子供の親や動物の飼い主に怒られたり、親犬に袋叩きにされることもあった。欲しいものの取り上げ登場人物の中ではスネオが被害に遭うことが最も多い。その手口は強引に他人の漫画やゲームを取り上げ、お前のものは俺のもの、俺のものも、 俺のものと叫んで自分のものにするというものである。執念仏閣、欲しいものがあると持ち主にしつこくくれるよう頼む。借りたものが壊れたりしない限り自分から返すことはほとんどなく、催促されると開き直って起こるので友人たちは秘密道具に頼って取り戻すことになる。当人曰く返さないのではなく永久に借りておくだけ、いつ返すか決めてないだけ。 場合によっては奪ったものや借りたものを返すこともあるが、物が壊されたり、汚された状態で戻ってくるため、ちゃんとした状態で返すことは少ない。藤子、海、藤尾ミュージアム発着バスに使用されているジャイアンのイラスト普段は、壺な性格であるが、ドラえもんやのびたなど、主要キャラが、ピンチに陥った時には、心配したり、助けたり、涙ぐんだりするなどし、 内面では彼らを親しい友人とみなしていることがわかる。例えば風邪をひいたのび太を本気で心配したり、ドラえもんの力を借りられず、追い詰められたのび太を助けるために共闘したこともある。もしもボックスの効力で、のび太がアメリカへ引っ越しをすることになった際には、誰よりも早くのび太の家へ駆けつけ涙を流して、今までいじめてきたことを謝罪し、今までの分、自分を殴らせた。 大長編シリーズでは特にその体格ゆえに男気、あふれる性格が顕著で、命を落として、友達を守ろうとするなど、人狂的な印象が強い。連載初期には、こうした性格が固まりきっておらず、ドラえもんとの別れを嘆くのび太をからかっていじめたことも、あるが、映画、帰ってきたドラえもんではドラえもんが、未来から帰ってきた直後、 のび太の心を傷つけたことを謝ろうとドラ焼きを持って、静かとスネ夫と共に、のび家に来ていた。またこうした性格が行き過ぎて、帰って迷惑になることもあり、のび太が家出した時にはそれを支援するためスネ夫に、強制的に協力を求め、おじさんの話に感動しのび太の、押しかけボディーガードとして付きまとった。他者を思いやる行為に弱く、涙もろい面もある。 学業こそ怠ることはあるが、強くなりたいという意志もあり、自身で体を鍛える、努力家の一面も合わせ持っている。非常に妹思いな一面もあり、妹のジャイシに対しても優しく、彼女を泣かしたり、傷つけるものは友人であろうと怒りを見せる。ジャイシが漫画のスランプで落ち込んでしまった際は、ドラえもんやのび太に頭を下げて、助けを求めたこともある。アニメ第2作。 第一期の後期では、ドラミという妹を持つドラエモンとは同じく妹を持つ兄として共感し合う場面もあり、アニメ第二作、第二期では、ジャイシとドラミがスネオとスネ吉に会っている場面をドラエモンと共に知った際は同じ妹を持つ兄として、ドラエモンと手を組んで一緒に様子を探ったり、勘違いでジャイシとドラミが泣かされたと思い込んだ時も、ドラエモンともども激高してスネオとスネ吉を痛い目に、 合わせている。子守ロボットのドラえもんよりも子守もうまく、面倒見のいいところもある。スネオからラジコンを奪い、ラジコン機が民家の敷地などあらぬ方向に行ってしまうと、俺、散らないと言って、コントローラーだけをスネオに突き返して、逃げたり、ジャイアン自身の問題であるにもかかわらず、嫌なことを伸びたに押し付けるなど、無責任な面もある。伸びたが、 静かの家に行こうとしているのを単独で邪魔したり、スネ夫と共に邪魔することがしばしばある。スネ夫と共にお使いをしている、途中ののび太にいたずらを仕掛け、のび太がママに叱られる原因を作ることもある。両親には全く頭が上がらず、これらの行為をしているところを見つかって、母ちゃんからお仕置きを受け、強制的に退場させられるパターンが多い。逆に叱らなくなると、それをいいことにして、 乱暴をさらにエスカレートさせていた。伸びたやすねを、静かなどが、それなりに親に反抗しているシーンがあるのに対し、ジャイアンは親への反抗心を抑えているところもあり、店番をサボろうとしたり陰で悪口を言うなどして、ストレスを発散したこともある。また、自分に責任があると感じた場合や体制から、追い詰められると弱腰になったり、泣いて、許しを請うと昇進な一面もある。 のびたを野球に誘う場面が多いが、それは、チームメンバーが足りない時だけ入れるのみで、逆に足りてる時や入れると、チームが負けるという戦力外通告的な考えで、誘わないこともある。また、のびたから静かと遊ぶ約束などを理由に断られても、なお無理やり野球に連れて行くこともあるが、逆にある事情で地球の危機にそんなことをしてる場合じゃないと強く言い返されたり、のびたが、 ママのことを泣き叫んだ時にはかわいそうになって、話してあげたり、外に出たくないのび太から怒鳴られて、二度と誘ってやるかと、怒りながら去っていくなど、場合によっては押し切られることもある。普段はのび太をいじめているが、前述のような性格から、のび太と同じ立場に立たされた際はのび太を支援している、ことがわかる。映画、のび太の結婚前夜では、ジャイアンの家で、のび太、常を、 出来すぎとバチェラーパーティーをした際、なんで、静香ちゃんがお前を選んだのか分かった気がすると語るなど、心のどこかでは伸びたを認めていた節がある。また、テレビアニメ第二作、第一期の、本音ロボットでは、内心では、伸びたのことを友達だと思っているが、なかなか素直になれずに暴力を振ってしまうと、本音ロボットを介して語っている。入学式の日。 のび太がなくしてしまった自分のランドセルをずぶ濡れに、なりながら探し、ランドセルがあったトラックを必死で追いかけたことがある。レギュラーメンバーの中では、スネオと行動を共にすることが多く、スネオとの友情を感じさせる描写も少なくない。しかしスネオは、内心ジャイアンに対してかなり鬱憤が溜まっているようで、のび太やドラえもんと一緒に仕返しをすることも多い。クラスメートには、 横暴な振る舞いが多いが、出来すぎには個人的な相談に乗ってもらうなど一目置いている。ただし会によっては暴力を振るったり漫画を奪ったりするなど出来すぎ自身はジャイアムを恐れている様子。恋愛面に関しては奥手なところがある。女の子と仲良くなるための方法を相談するときは普段の頼み事の時より声が小さくもじもじしていて笑われたりする。また、 犬を連れた女の子に一目ぼれした時は、無垢を散歩に借り出して会話するも終始同義まぎしていた。なお、誰かあれ構わず、暴力を振るうジャイアンだが、女の子には乱暴な真似はしないようである。静かに好意を寄せている節もあり、伸びたと静かが仲良くしていると嫉妬する一面がある。最大の趣味は歌であり、たびたび周囲をリサイタルに強制参加させているが、 破壊的なまでの音痴ゆえにジャイアンが歌うことを周囲は恐れている。また料理をしている描写があり、これも歌に劣らず破滅的である。秘密の趣味として、ままごとがあり秘密道具で偶然見つかったドラえもんにからかわれると、ドラ焼きやるから内緒にしてと必死に顔を真っ赤にしながら頼んでいたが、幼少期にはスネオとつるみ、のびたがままごとをしているのをからかっている。 少女漫画を読んで号泣する場面もある。その他の思考として大きなテディベアが挙げられる。毎週見ている動物番組に800枚の応募はがきを送って当選。それがテディベアであった。またゴリラのぬいぐるみを抱いて寝ていることも書籍ドラえもんの漫画で覚える英語辞典では 少女漫画のキャラクターが描かれた下敷きを持っていたこともあった。他にはローラースケートもしており、車にひかれそうになったところを伸びたに突き飛ばされて助けられている。スネオからはこれ以上下手な歌を聴きたくなかったからという理由でを描くことを趣味にするようお立てて進めたが、当のスネオはジャイアンの絵を無茶苦茶と表していた。ただ、作中後半になると、 いい色出しているねと評論家から褒められたり、絵が得意なスネオの描いた絵に劣らぬキャラクター原案を描いたり、意外と実力を秘めている。好きなもの好物は豆、い焼、き、饅、ま、頭、ラーメンなどで、大長編では、ラーメンやカツ丼を食べているシーンが多い。のびたやスネオが、好き嫌いが多いのに対して、基本的に食べ物の好き嫌いはなく、何でも美味しく食べている。 テレビアニメ第2作、第1期ではピーマンが好物という設定。尊敬する人物は、宮本武蔵と柔道十段のおじさん。アクションスターの千葉県一も尊敬しており、喧嘩の方法を伝授してもらったり、サイン色紙を宝物として持っていたりしている。アイドル、星のすみれ、青空ゆかり、かわいかわい、伊藤翼、氷川清きよしのファン。でも、基本的には、 歌手としては、自分が一番好きで、つばさらに嫉妬することもある。また、レッドツェッペリンとおぼしき、プリントのシャツを着ていることがある。LEDG プリン、レッド G プリン、L ジープ、LZ と書かれたシャツを着ていることがあった。苦手なもの母ちゃんが大の苦手。姿を見なくても、ブッ、というど鳴り声を聞いただけで震え上がって逃げ出すほど。また、 ドラえもんの秘密道具による母ちゃんのロボットでも恐れており、春田、のび太の顔を母ちゃんと誤認して逃げ出したこともある。親戚で苦手なおばさんもいる。先生や神生産、不良の上級生といった目上の人物も苦手にしている。本人は怖いものはないと語っており、ドラえもんとのび太が考えつく限り出した怖いものに対して全く怖がらなかった。 しかし、大男や、お化けを怖がっている描写もあり、伸びた同様、虫などは、基本的に平気だが、本物のお化けや怪物は怖がることがある。なお、テレビアニメ第2作、第1期、思い出ボックスでは、伸びたが、思い出ボックスで、ジャイアンの一番怖い思い出と言った際、ヒーローのイラストがプリントされたパンツが出てきた。ジャイアンは幼い頃、このパンツを履くと必ずおねしょをしてしまい、 母ちゃんに怒られて物置に閉じ込められるという罰を受けた。ジャイアンは小学生になった今でもこの出来事を覚えており、この思い出を見た時は冷や汗をかいていた。しかし苦手とする一方、母ちゃんに気を使う、ピンチの時には母ちゃんに助けを求めるなどの愛情は持ち合わせている。また、上述のように母ちゃんと同じく先生に対しても全く頭が上がらない。 例えば、旧友に暴力を振るっているところを先生に見つかり説教されると、ひたすらペコペコして謝ることしかできなくなる。歌手になることが夢で、俺、絶対に歌手になって、対象を取って、紅白に出ますと張り切っており、伸びたレコードからレコード、乙女の愛の夢をリリースしたこともある。さらに、ドラえもんに頼んで、サイン入り特大パネルを作ってもらったこともある。そのパネルは、 ファンレターをくれた人の中から抽選で当たるというものだったが、応募してきた手紙はどれもジャイアンの歌を酷評するものだったため、のびたが仕方なくもは手紙ペンで適度なファンレターを書き、のびたにプレゼントされることとなった。また、ファッションモデルになるという夢も持っている。将来、世界各地に視点を置く大型百貨店、ジャイアンデパートを経営し、チェーン会長になることを夢見ている。 しかし、ジャイアンは独立して、スーパージャイアンズという名のスーパーマーケットを経営することになる。一方、母ちゃんは元気にゴーダ商店の経営を続けている。また、のびたのお嫁さんでは25年後もゴーダ商店の配達をしていた。主要キャラの中では突出した高い運動能力を誇る。秘密道具、性格グラフによる、 計測結果によると力はスネオの約1.4倍、静香の約1.7から2倍、伸びたの約3.3倍。基礎体力総野球チームジャイアンズの特訓で行った町内10周マラソンで1位になるなど高い持久力を持つ。天気決定表では1キロメートル泳げると言っている。ジャイアンズでは ピッチャーのエースで4番を務めるが、そのスイングは凄まじいものがあり、自分のステージ衣装を紛失されたとしてドラえもんに木製バットで襲いかかる、途中、KK と電柱を両断するほどのパワーを見せている。草野球、のびたやスネオなどと草野球をよく行い、その際、ジャイアンズというチーム名をつけ、そのキャプテン兼ピッチャー。ピッチャーとしてはヒットを打たれている描写が多い。打者としては、 ホームランを幾度か打つなど、それなりに活躍している。ジャイアンズが試合に負けると、大抵、伸びたのせいとして起こる。大長編では、彼のバッティングの腕や、コントロールが勝利の決め手になったこともある。宇宙開拓誌では、作品舞台であり、重力の軽い荒や荒や性の岩石をすね落と静かが、としてジャイアンがそれを、バットで打ち、敵の飛行戦艦に次々と命中させて、 激震させている。ブリキの迷宮では空を飛んでいるブリキの飛行機をジャイアンのバッティングで撃ち落としたこともある。その他のスポーツ親からは柔道を習っており、真似事ながら多少は空手の心得もあるようである。また、腕立て伏せを100回もしたり、学校の鉄棒で鉄棒技の大車輪をやってのける。大長編、太陽王伝説では、石丸から、 自分から進んで某術を習い、作中ではかなりの上達を見せていたり、ティオと互角に殴り合いをするなどもしていた。だがこれらと逆に、ボール、ピストルなどの命中率は低く、伸びすけのサブミッションには弱くそのまま電柱に叩きつけられるという一面もあった。運動は得意だが反対に勉強は大の苦手で、テストの点数も悪い。 性格グラフでの計測結果によると頭の良さは伸びたの2倍だが伸びたが低すぎるため結局大差はない。成績普段の点数は15点などで伸びたと大して変わらない。100点の答案を父ちゃんに見せても父ちゃんには不正行為をしたことを簡単に悟られるほど。その他に秘密道具、アンサーグラスでも100点を取っているが両親に怒られたのかは不明。ただ、 何もかもが、あべこべの世界で宿題をやってこなかったり、他にも、宿題を気にするシーンが見られることから、のびたと違い宿題はしているようである。知識磁石の原理を知らないことが原作で判明する。後で自分で発見し、その際に、のびたに笑われている。自分は、謎々が得意であるというだけはあって、のびたに50円のアイスを50円払ってもらった後、 やっぱり100円のアイスが欲しいと言って、のび太に、あと50円よこせと言われると、最初に50円玉渡して、次に50円のアイスを渡して50円プラス50、円は100円になるという、巧みなセリフでのび太を騙したり、東京タワーよりも高く飛ぶ方法の謎ななど、ずる賢い一面もある。書き間違い漢字を間違えることもあり、領収書を、領収書、のび太を、 伸びたと書き間違えたことがある。自身の名前すら間違い、テストの名前欄に、ジャイアン、ゴーダ・ツヨシと書いていたことがあった。テレビアニメ第2作、第1期第1223は、反応テストロボットにて、空き地で行われる、リサイクルを、リサイタルと間違え、当日派手な衣装を着た空き地に来たことがある。リサイタルの際、ゴーダ・タケシと表記されたことがあった。また、発刊。 キャンベー舐めて歌手になろうではリサイタルを立体サルと書いている。歌うことが何よりも好きだが、信じられないような悪性で、絶望的にあまりにもひどい音痴である。本人はそのことに自覚がなく、自分の歌のひどさを指摘されると激怒する。彼の歌声は、捕鯨もしくは、ボエと表現されることがあり、アニメでは大音響にエコーがかかったような表現になる。作曲センスはあるが、 楽譜は読めない。ジャイアンが音痴であるという設定の書出はドラえもんの歌。一方でラップがうまく、これは声を担当した木村の特技の一つで作中でも披露している。歌のひどさその歌を聞いた周囲の人間は体調が直ちに悪化する。生声だけではなく覚醒や録音された音声でも同様の害がある。このため偶然テレビを通して 歌を聴いてしまった先生はたちまち気を失い、次の日学校に出てこられなかった。のびたによれば、音痴の怪獣が化けて出たような声。その破壊的な歌唱力は、公害の一種と表現されたり、フグ毒や核兵器と比較されることもある。人間のみならず窓ガラスや壁を破壊するほどのエネルギーを持ち、テレビやラジオなどの AV 機器に音を入力すると破損してしまう。 有害な部分を強めて、害虫駆除に利用されたこともある。歌詞歌詞もセンスがなく、歌詞の中には、胸の心の頭も濡れる、あの子は二度と帰るぞ、おいらのハートの心、君の瞳のまなこといった意味がわからない言葉があった。ドラえもんから借りたヒットソングコングに歌詞に入れたいものを決める際、コオロギ、タクアン、塩からと書いた紙を入れたが、ヒットソングコングから、 ふさわしくないと拒否された。音痴に対する自覚のなさ、自身の悪性、音痴に全く気づいておらず、自分の歌に絶対の自信を持っており、自分の歌のひどさを指摘されると激怒する。ただし、自分の歌が周りから煙たがられていることはうすうすだが自覚している。その一方で、寝ぼけて聞いた自分の歌を、誰だ夜中に下手くそな歌を、と激怒、酷評したこともある。 また、のび太に、音楽指導をし、のび太が自分と、そっくりに歌うと、音痴、と告評し、自分の指導で上達しないことを不信任がある。リサイタルしばしば、ジャイアンリサイタルなどと銘打って、独演会を開催し、手製のチケットを脅して売り付け、スネオを中心とした町の子供たちがリサイタルを中止に、する会議をするもそれを暴力でやめさせたり、強引に集めて、 実際に歌を聴かせては皆を困らせている。空き地にお手製の看板と空き箱を並べて舞台を作り何時間も熱唱する。母ちゃんはジャイアンリサイタルのことを知っており、近所迷惑な歌はやめろと訴えている。大人がゴーダ家やリサイタル中の会場に抗議に来る場面はないが、ドラえもんの秘密道具を使っても所詮一時しのぎに過ぎず歌を止めたり、 本人の声が綺麗になるわけではなく、道具の想定外効果で夜中に歌声が響いて、住人たちがジャイアンを怒る場面がある。レパートリーレパートリーは、全く風貌に似合わない恋する心を歌った、オリジナルの歌が中心。また、泳げ、たい焼くん、北国の春、横須賀ストーリーなど、エピソード発表当時の流行歌を歌っていたこともある。アニメでは、多くの場合、歌詞が、 本人のテーマソングのものに差し替えられる。2008年5月9日と16日放送のドラえもん vs ドラキュラでは自身の歌声と静かのバイオリンとのコンビネーションでドラキュラロボを破壊し事件解決後は静かと共演でリサイタルを開きデュエットを披露した。また2014年6月13日の放送では氷川清の清のズンドコフ氏をアレンジした。 たけしのずんどこふしという歌が披露された。特殊な被害武器としての利用その悪性を客用して、敵を倒すための武器として、ジャイアンの歌声を用いる描写が散見される。歌に聞き惚れたキャラクター過去に、漫画、テレビアニメ、劇場用映画、特番放送などを通した、歴代登場キャラクターの中で、ドラえもんの秘密道具の効果なしで、ジャイアンの元の歌声に聞き惚れたキャラクターが二人だけ。 存在する。また、次のような例も存在する。ドラえもんの道具によって聞き惚れた例も存在する。逆に道具などを使わない状態でかつ普通の状態で、ジャイアンの歌を聴いて、面と向かって罵倒した登場キャラクターは大長編。ドラえもんのび太の太陽王伝説に登場した、ティオ王子と、映画、ドラえもん神、のび太と、鉄人兵団羽ばたけ天使たちに登場したピッポ、であり、 下手くそ、こんなひどい歌聞いたことない、うるさいだけの騒音郊外とまで言われた。成人後の歌歌手にはなれなかったが成人後も趣味として歌うことは続けているようで、実質でカラオケをしている描写がある。また腕前もあるわ、程度上達したようで、この時は部屋に一人しかいなかったが、少なくとも周囲に被害をもたらしてはいない。ただし、CM 版では自分の店でリサイタルを開き、 従業員や客に被害を与えている。映画、おのび太の結婚前夜では、自宅で、のび太、すねを、出来すぎとバチェラーパーティーをした際に歌っており、すねをあげっそりとしていたが、のび太は酔っていたからなのか、やめろ下手くそと笑いながら、やじを飛ばしており、ジャイアンは、うるせえと、小声で返し、歌い続けていた。ジャイアンの作った料理で、歌唱力以上に壊滅的。ただ酔った匂いで、 犬や鳥や虫が気絶するほどで、タクアンやセミの抜け殻、大福を使ったりするなど、食材や味の面でも、この世のものとは思えないようなものだという。原作では、料理を楽しんでいる描写が2回あるが、その1回目に作ったものが、ジャイアンシチューである。2回目の料理は試食した、ジャイアン自身が倒れてしまった。なお2回目のものは、ジャイアンシチューだとは、明記されていないが、藤子。 い。富士尾ミュージアム内で食べられる、ジャイアンシチューには、こちらの料理に使われた材料が入れられるなど、作品外では、ジャイアンシチューと同一視されている。テレビ版では、ジャイアンピザというものを作り、世界中の人間が欲しがらなかったが、宇宙人に好まれたことがある。料理の内容代表的な創作料理、ジャイアンシチューはひき肉、たくあん、塩辛、ジャム、煮干し、大福、 セミの抜け殻、得体の知れない葉や骨などの材料の組み合わせによるシチューであり、プーンやモアなど不気味な匂いを漂わせ、ドロリという怪しい効果音を出すなどする。その匂いは飛ぶ鳥を落とすほど、味は舌を出して泣きたくなるほど最悪だという。また別の回では、味噌やジャム、タクアにさらにセミの抜け殻の入った料理を作り、自ら味見してひっくり返った。なお、 セミの抜け殻は、戦隊という漢方小薬として、専門店で取り扱われ、薬膳料理などにも用いられるものでもある。料理の再現、木村雄一が、テレビ番組の企画の中で、ジャイアンシチューを再現してみたところ、この時は、計画的に煮詰めたのでビーフシチュー風味の、美味しい料理になったという。また、2011年5月11日放送の、シルシルミシルでは、 実際に作るとどんな味なのかという視聴者からの質問を受けて、この料理を再現。調理は、長代渡るのが担当。子供が適当に調理したこともあって、外見は、原作通りドロリとした、凄まじいものに仕上がった。試食した、土井義春は、食材のバランスが最悪、暗闇のような味と酷評していたが、その後に試食した、出川哲郎は、美味しい。 見た目を気にしなければ、普通に食べられると評価しており、長与自身も、うまいと述べている。そのため、味は、意見が分かれるようである。藤子、海、藤尾ミュージアム内の飲食施設である、ミュージアムカフェには、ジャイアンシチューがメニューにある。こちらは普通のシチューであり、薬味として、塩辛、たくあん、ジャム、煮干し、大福、セミの抜け殻が描かれたせんべいがついてくる。 また、2013年にジャイアンと、木村るの誕生日を祝して、YouTube で配信された特番にて、木村が、ジャイアンの指導の元ジャイアンシチューの調理に挑戦。試食の感想は、塩辛が効いてますね、だった。テントウムシコミックス第36巻収録、木こりの泉に登場する。木こりの泉とは、イソップグーは、金の斧に登場する泉をモチーフにした秘密道具で、 泉に物を投げ落とすと、女神型のロボットが現れ、彼女の出す問いに正直に答えると落としたものの、上位品や素晴らしいものを授けてくれる。そこへ古くなった大量のおもちゃを落とし、新しいものと取り替えてもらおうとしたジャイアンが誤って、泉に落下してしまった際、女神ロボットと共に現れたのが、綺麗なジャイアンである。綺麗なジャイアンは、オリジナルのジャイアンよりも、 太い眉と凛々しい目が特徴で、性格は貧乏法性。一人称は、僕で、ドラえもんや、のび太やスネを、くんづけで呼ぶ。なお、この秘密道具の元となった、イソップグーワとは異なり泉に投げ込んだものはどう、答えようと返してもらえず、オリジナルのジャイアンは、助けてくれーと叫びながら、女神ロボットにシャツをつかまれて、強引に引きずり込まれていた。なお、 テレビアニメ第2作、第2期、顔か力か IQ かでは、伸びたが、ジャイアンの体力を減らしルックスや IQ を上げた。際、綺麗な、ジャイアンのような顔つきになった。声は爽やかで、覚えてろよ伸びくんと捨てゼリフを吐いた。この綺麗なジャイアンはあまた印刷加工の、ドラえもんカードゲームコレクションで、レアカードとして登場し、ロッテの、 ドラえもんクッキーボールチョコのおまけとしてフィギュア化もされた。さらに2008年にはワンダーフェスティバル限定商品としてフィギュア化されている。また、富士子会、海、富士尾ミュージアムには木こりの泉が置かれ、そこから綺麗なジャイアンが現れるようになっている。海老ハラ、タ作、富士子スタジオアシスタント日記マイッチングマ漫画道によると武ケの名は海老ハラタより、 誕生日6月15日も、エビハラの誕生日6月5日からとある。同著によれば、藤子は、当初、ジャイアンの本名を決めると同じ名前の子が、いじめられないかを、心配していたが、本名を教えてほしいというファンレターの数の多さから、ついに俺、身近な人から取ったといえば愛される対象になるのでは、ないか、とアシスタントのエビハラの名前を使ったという。 ジャイアンという故障について、竹部信明編、厳重大全は語尾の真音を発音しない、フランス語風にジャイアントをいたものという説を提唱しているである。フランス語版の漫画ドラえもんでは、ジャイアントと綴られており、ジャイ氏はギアネッテである。この場合のジアはイタリア語風であり、通常のフランス語のジャネットとは微妙に綴りを変えてある。なお、川崎氏の藤子、海。 富士オミュージアムで販売されているジャイアングッズにはギアンという綴りが当てられている。中国語圏ではジャイアンはユタカトラで親しまれており、2017年7月に政府がインターネットを検閲、規制している中国でユタカトラが検索不可能になった際は、同時期に熊野プーさんの中国語表記も規制されていたことから、 最高指導者の習近平中国共産党総書記と容姿が似ているとネットで指摘されたために規制対象になったと一部メディアは推測している。韓国語版ではマントゥントゥンと呼ばれ同じく太ったという意味。以下の設定は原作及びテレビアニメ第2作に関するものである。テレビアニメ第1作では母親は個人であり父親の手一つで育てられていたが、 この父親は、清穴子男という、原作とは大きく異なるキャラクターとなっていた。実家は、個人商店を営んでおり、母親、妹のイシ、および滅多に登場しない父親と同居。その他に、ペットの犬の無垢が登場することもある。原作では、卵や缶詰を売ったり、カボチャなどの野菜を売ったりする描写があるのみで、店名などは不明。ジャイアン曰く、ボロ屋であり、 家のトイレはボットン便所である。アニメではゴーダ雑貨店あるいはゴーダ商店という雑貨屋。ジャイアンも雑貨屋と発言している。母ちゃんによく店番を頼まれているがサボってどこかへ遊びに行ってしまうことも多い。アニメではのび太がもしもボックスを使ったためにアメリカに引っ越すことになりかけたとき、ジャイアンの母ちゃんがのび太のままに ゴーダ雑貨店のホームページ、アクセスしてネット行ったことから、ウェブサイトを公開しているらしい。トヨタのコマーシャルでは、雑貨店だった店が、地元スーパーマーケットになっている。店名は、自分がキャプテンを務めた、少年野球チームから付けた。ゴーダやこの他は、血筋不明。通称、母ちゃん。ごく稀にジャイアンには、ばあちゃんと呼ばれる。自宅では、雑貨店を営んでおり、 ゴーダ雑貨店の店主として勤務している。実直で息子に厳しく、男勝りで合法な性格。いつもジャイアンに、店番や配達の手伝いをさせ、サボったり音痴な歌を歌ったり弱い者、いじめをすると、しばしば原骨や、平手打ちなどの体罰を加えるため、彼には、心から恐れられている。息子以外の人物に対しては暴力を振るったり、暴言を吐いたりすることはない。 のびたがジャイアンにいじめられている時に登場し、いじめを止めさせることがある。父親の職業については明確な職業は描かれていない。無性髭を蓄えていて、頭は角刈りにしている。ジャイアンからは、父ちゃんと呼ばれている。テレビアニメ第一作では、設定がオリジナルの別人となっており、小助という名前があった。雑貨や、正直やオイトナむ、小柄な体格で、腕力は、 とても弱く、人柄がよく息子思いの人物。息子のためを思って、無理をすることがあり、のびたの父親に対し、腕力でかなわないにもかかわらず無理やり相撲対決を挑む一幕もある。妻に先立たれており、ガキ大将として応募に振る舞うジャイアンに心を痛めているシーンもあった。ジャイアンの父親は、漫画、テレビアニメともほとんど登場しないが、漫画では9回登場している。 基本的には、ジャイアンや母親と違い、常識的な人柄。妻に比べるとやや息子には甘いが、不正には厳しいと一本気な性格。また、息子譲りな、粗暴な一面もあるが、潔さも持ち合わせている。ジャイアンの妹。ジャイ氏という名前は通称であり、本名は明らかになっていない。ジャイアンは、ジャイ氏をこの上なく可愛がっており、これが災いして、 トラブルになることもたびたびあり、ジャイ氏も迷惑に思うこともあるが、兄のことをとても尊敬しているようである。クリスチーネ・ゴーダというペンネームで少女漫画を描いている。ジャイ氏の本名が明らかになっていないのは、新映動画の別紙総一によると、ジャイ氏と同じ名前の女の子がいじめられるのを防ぐための作者の配慮であるという。ただし、本当に、藤子、甲藤尾が、 そう発言したかは、藤子本人がすでに個人であるため検証することができない。別の資料によれば、藤子、会藤尾がそのうち漫画の中で書きますよと発言していたという。ジアイアン坊ジャイアンによく似て、大柄で力の強い人物が多い。伸びたい枠、あいつの一族は怖い人が多いよ。肝付きは生前、アニメ第一作で、 ジャイアンの声を演じたことはあまり記憶に残っておらず、また同作を白黒作品であったと勘違いしていた。1993年放送のドラえもん15周年記念 SP で立壁和也はよくジャイアンの声で結婚式のスピーチを頼まれ、馬鹿受けするものの間違えて変なことを言ったりすると今のすべてジャイアンですとジャイアンのせいにしているといい、アニメのジャイアンが ひどいよと困る場面が見られた。2003年2月18日放送のタモリのグッジオブ。胸張ってこの仕事にスタジオ出演し、縦壁はジャイアンの声でアムロレイを吹き替えた際、アムロレイの親父にもぶたれたことないのに、のセリフを母ちゃんにもぶたれたことないのに、とアドリブでセリフを変え、周囲を大爆笑させた。アニメの全面リニューアルで、 縦壁から木村へ、ジャイアン役を交代した際、縦壁は、次のジャイアンとお酒を飲み交わしたいと話していたが、木村は、当時中学生だったため、5年後に、木村が20歳になるまで叶わなかった。テーマソングとして、俺は、ジャイアン様だ。と、底のけ、ジャイアン様だとそこのけジャイアン様だとジャイアンに、ボエボエがある。前者は、テレビアニメ第2作1期、後者2曲は、 テレビアニメ第2作2期の曲となっている。大長編、映画版では、のび太と竜の騎士、のび太のドラビアンナイト、のび太とブリキの迷宮、のび太の南海大冒険ではそれぞれ、スネオ、静か、ドラえもん、のび太が、序盤で、行方不明になり、他の4人が助けに行くという展開になるが、ジャイアンのみ単独で、その展開になる映画が2021年公開予定の、 最新作まで存在しない。2021年3月22日、国連が定めた世界水の日より展開している、素晴らしい過去になるプロジェクトの一環に賛同している、サントリーのステートメント CM に起用される。同日、ツイッターにジャイアン、父になるアカウントを取得。30歳間近となったジャイアンに第一子となる子供が生まれたという設定で展開している。 同年5月5日より、テレビ CM 放映開始。ありがとうございます。